にせよ、ニケイです。今日訪れた場所はトルゴステーキプデチゲというお店です。こちらはステーキとプデチゲのお店になっているので、お店の名前通りですね。ここまでの道のりとしてはウーチロサムガの11番出口から出ます。路地の方に入っていくとスターバックスがあるようなちょっと大きな交差点があるので、そこを左に曲がって CU が見えるのでまっすぐ進んでいきます。 CU が見えると少し下り坂になっているので、そこに90度以上に曲がった曲がり角があります。メガコーヒーとかがある場所ですね。そこの道をまっすぐ進んでいくと左手にこちらのトルボステークプデチゲさんが見えます。ここがですね、プデチゲのお店だったりステーキが美味しいお店ということで来る価値あるかなと思ってやってきました。それではね、早速こちらのお店でプデチゲ楽しんでいきましょうか。カジャプデチゲ花はプデチゲ花、ね、ステーキ花ですよ。おかずとして登場したのがこれだです。もう半分に切ったやつもあるんですけど、このじゃがいもはかなり柔らかくてと言いたいんですけど、ちょっと硬いです。スプーンがいいかな。そして最初に登場したのがステーキ。こちらのお店はステーキが美味しいということで、このステーキも注文しました。そしてきたのはプデチゲ1人前です。プデチゲは1人前から注文することができるので、結構リーズナブルに楽しめるんじゃないかなっていう。2人前でも1800円、1万8000円ぐらいなのでかなりお得ですね。沸騰してから3分4分ほどで煮詰まってくるので、火を弱めて調整して食べていきます。確かにどれほどのお味なのかかなり気になりますね。それではこれらの料理を食べていきましょうか。では茶碗蒸しだ。まずはプデチゲのソーセージに豆腐、納豆やお餅が入っています。こんな形でちょっとずつ食べていってみます。プデチゲはだいぶ辛さに抑えられていて、そんなことでも苦手いじめになっています。辛いのが苦手な人でも頑張れば食べれるんじゃないかなっていう、そういった辛さです。スープというよりはあっさりしているスープで、コクが深いというよりかは飲みやすいスープになっています。だけどプデチゲは煮込めば煮込むほどスープの味が増していき、特にこの時おとわめが溶けていってどん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 身が増していくので、プデチゲを楽しむ時はスープを楽しむのがおすすめかなと思います。続いてステーキ。このステーキはピーマンに玉ねぎにお肉が入ったシンプルなステーキです。では早速こちらのご飯と一緒に食べましょう。こんな形でご飯と一緒に食べ進めていきましょうか。ステーキは若干柔らかいステーキになっていて、食べやすくてちょっとレアかなっていう焼き加減ですね。またソースはステーキでよく味わうようなフルーティーなソースがかかっているから、食べやすくて日本の方でも美味しくいただけるんじゃないかなって思います。ちょっと違う味を楽しみたいなっていう人はこちらにタレがあります。このタレをつけて食べるとさらに違ったステーキの味を楽しむことができます。またステーキに関してもやはりだいぶ柔らかくて
ちょっと食べるのが止まらないですね。レポができなくなってしまいそうな、それぐらい無心させてくれるステーキです。少しもう煮詰まりすぎてきたので火を止めました。火を止める際は一番上の消火ソファというやつに向ければ止まります。下から強い、中上、弱いの順ですね。全体的にプレチゲとステーキを食べてきてるんですけど、どちらもしっかりと美味しくて猫を忘れてしまいます。食事に夢中になりたいって思えるような料理に出会ってしまいましたね、今回は。ここからはアテレコでおすすめポイントを説明していきます。おすすめポイントを説明する前に、おすすめポイントを、ね、説明するときって結構食べ残してる状態なんだけど、もう夢中になりすぎて説明する前にほとんど食べてしまいました。それぐらい夢中にさせてくれたっていう味の、ここがおすすめポイントその1です。ちょっとね、腹声で申し訳ないんですけど、続いて2つ目のポイントを説明していきます。2つ目のポイントとしては、1人前だとしてもしっかりとたくさんの具材が入っていたっていうところですね。やはりプレチゲは煮込めば煮込むほどその美味しさをより増してくれるんですよ。そのためにはたくさんの具材、そして種類もたくさんあればあるほどいいんですよね。っていう点においてはかなりね、ここ高ポイントでしたね。そして最後に3つ目のポイントとしては、プレチゲを1人前から注文できるっていうところですね。基本的に2人前からのとこもやはり多いです。日本もそうだと思うんですよ。ただ1人前から、しかもこの量、やはり韓国の本場はプレチゲもしっかりと一人でも楽しめるんだなって実感できましたね。ということで、じゃあもう進みだ。いつもなら撮影しながらしっかりね、レポもするようにはまあしているんですけど、まさかね、ここまで美味しいプレチゲを味わえるとは。そしてステーキには正直あまり期待してなかったんですよね。どうせ硬くて、まあ普通のステーキなんじゃないかなとか思っていたら、柔らかいステーキが出てきて、もうプレチゲもステーキもすごく美味しくて素晴らしいお店だなと思いました。まあ疑問なのが、なんでプレチゲとステーキのコラボなのかっていうところですね。観光客、旅行客の方々にもすごく行きやすいエリアになっているので、ぜひ機会があれば。それではご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョー。